はい、では始めてまいりましょう。2018年度の合格目標であります税理士試験ですね、プレミアムコース、エッセンスコースといった、講座の概要をですね説明させていただきます。ガイダンス講座を始めてまいります。担当は私、レッキ専任講師村上正道です。よろしくお願いいたします。さて、今回この貴重な時間お時間いただき、この動画をご覧いただいて本当にありがとうございます。こちらなんですけれども、税理士講座ですね。まあ、お手元にね、この形じゃないかもしれませんが、何かリーフレットとか、何かね、税理士講座、レックの税理士講座、パンフレットなどがあれば、非常によくわかりやすくなるかもしれませんけれども、こういったパンフレットなどを使わせていただいてですね、これをもとに、このレックで行っている税理士講座、がどのようなものかというところと、はい、まあ、税理士講座全体の概要、税理士試験ですね、税理士試験がどのような概要になっていてというふうなところをガイダンスとしてお話しさせていただくと同時にですね、ちょっと皆さんにこの貴重な時間いただいている皆さんですね、に2つ持って帰っていただこうかなというものを、だいたい45分間かけて、まあ、お話しさせていただこうかなと思ってますので、お付き合いいただければありがたいかなと思っております。ではよろしくお願いします。で、今ちょっと言っちゃって言いましたが、2つですね、あまり、まあ、なんでしょう、情報で軽く調べただけでは見つからないような話、まあ、こういうふうな形ですね、ガイダンスという形で、まあ、資格専門学校の専門的なところでないと、知れない情報というのをお渡しさせていただきますので、まあ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 、時間にはね、ちょっと無駄にはしませんので、ぜひぜひお付き合いいただければと思います。さてですね、今回まず、税理試験、ちょっと受けてみようかなというふうな形で、まあ、ご覧になられているとは思います。まあ、ただまあ、会計系講、資格でいろいろあって、日商簿記やら、税理試験やら、公認会計士とかいうふうな形で、いろいろ迷われて、ね、いろいろ選ばれるのはいいかなと思います。いろいろ、迷われてね、どれを一つ選ぶっていうのがいいかなと思うんですけど、まず今日はね、税理試験、これを選ぶとどういうふうなところがいいかなというところをまずね、ちょっとお話しさせていただこうかと思います。税理試験ですね。で、ここで、まあ、資格を取ったら、この試験受かったら、それは税理士になれるからいいじゃないかと思うかもしれませんがね、もっともっとね、実はいろんないいところがあるんですね。何かと言いますと、税理試験、どんな風な試験か、まあまあ、ご存知の方はね、ちょっと軽く聞き流しておいていただいたらいいんですけれども、税理試験というのはどういう風なものかというと、5科目、試験がありましてですね、2科目は会計科目、そして残り3科目ですね、3科目は税法科目を受けていくという風な形です。これを5科目受かったら税理士という風な形になるんですが、まずですね、まずこれ税理試験すごい特徴がありまして、まず試験をどれから受けるか、5科目どれから受けるか、まとめて受けるかという風なところではもう自由に任されてます。で1回試験受かりますね。1回例えば会計系試験では簿記論、財務諸表論という2科目があるんですけども、この試験受けていただいて受かりますね。受かったら一生涯それ試験合格というふうな形で名乗ることができますし、さらにこれは履歴書に書くことができます。で、まあ、例えばですね、私は実はですね、税理士ではないんです。まあ、何と言うんでしょう、会計系の資格を取りまくっている、まあ、講師をやるためにね、会計系資格をいっぱい取りまくっている、診断士かね、簿記1級からみたいな、はい、税理士の母材とかいうふうなところを取りまくっている人間でありましてですね、まあまあまあ、なんと言うんでしょう、まあ、資格をといっぱい取っていて、この税理士試験に関しましては簿記論、財務諸表論というところを取っているのみなんですね。で、じゃあこれ、じゃあ税理士にならないから使えないんじゃないか、じゃないんです。ここに一つ、今日も、まあ、一つ、まあ、軽くちょっと余談ですけど、持って帰っていただきたいのはまず一つですね、税理試験というのは完全合格しないところでもです。簿記論、財務諸表論という会計、例えば私なんですけども、会計資格を取っていればです、こういうことが名乗れるんですね。履歴書のとこに2000何年、はい、簿記論、合格とか、簿記論試験合格、2000何年財務諸表論試験合格というふうな形で履歴書に書いていただいたら、私は一応税理士と、税理士の方々が受けられた試験と資格試験と同レベルのクリアした会計知識を持っていますよ。
で、簿記論と財務諸表論というのが会計なんですけども、まあまあふーんという形で聞いておいて、またこの話はね、後で後ほど説明させていただくんですけど、簿記論というのと財務諸表論というのが2つあります。あで、まあここでパンフレットとかでご紹介させている簿財なんて書いてるのがその2つなんですね。で、まあまあそれはちょっと置いときまして、簿記論がね、計算なんですね。財務諸表論が計算と理論。まあまあまあ、よく言われる理論というふうな話でよく言われます。だから、計算能力がわかりますよと。理論も、はい、喋れますよ。というふうな形で、履歴書に書くことができるんですね。私も実際これを履歴書に書かせていただいてですね、また学習塾講師だったんですけれども、ちょっと、もうちょっと、しっかりさ、資格を持った、本当に講師としてやりたいなと思って、資格を取って、で、履歴書を送らせていただいて、今、こういうふうな形で皆さんの前でお話しさせていただいて、やっぱりね、資格持ってるとね、ちょっと、これまた余談なんですけど、やっぱり資格持ってるとね、強いですね。やっぱり昔の仕事とは見違えるような、仕事をさせていただいております。このね、全、こう、ガイダンスで録画だ、収録させていただいたりとかね、させていただくというのは、本当に資格を持ってない頃からしたら、やっぱり、もう本当に見違えるような、夢に見たような仕事をさせていただいて、本当に嬉しいんですけれども、やっぱり、本当に話、この資格を持ってる、持ってないというふうなところで、大きく違うんですが、そう、わかります。税理士試験はそうなんです。5科目取らなければならないんですが、たった2科目でもやっぱり履歴書に書けるきちんとした税理士、まあ波とは言い、まあその本活躍されている実務でバリバリ活躍されている先生方波とは言いませんけれども、でも履歴書にはきちんと税理士試験合格レベルの会計能力を持ってますよって書くことができるんですね。そして言っておきますよ。これ5科目ですけど、まるまる全部一気に受からなくていいんです。あ、ちなみに言うと5科目全部受かられた方はこの10年いらっしゃいません。はい。一発合格っていうのがね、実際ぶっちゃけて言ってしまうと無理な試験なんです。だから、はい、税理試験は何年も何年もかけて受けていきましょうね。受かっていきましょうね。というふうな形なので、社会人の方ですね、今はまあまあ結構向かれてたりとか、あとは学生の方でもですね、何かしら、まあ、公認会計士一気に全部受かっていくとか、ちょっとしんどいなっても、一個ずつ一個ずつステップアップしていこうというところですね。まあ、特に学生の方であるならば、学生時代に簿記論、財務諸表論2科目クリアしておいていただいてですね、そしてそれをですね、それをまあなんて言うんでしょう、就職の場で使ったりとか、まあ1科目だけでもいいんですよ。1科目だけ受かって、で、就職の場で使っていって、そしてゆくゆく、はい、1科目、1科目、残ってる科目を何年もかけて受かっていってっていう風な形になったら、まあ、はい、30代、40代になる前に税理士という風な形ですね。で、今働かれてる方々もそうなんですけれども、ゆっくりゆっくり時間かけて受けることができるんですね。で、それがまあ、まずメリットという風な形。ただ、はい、そこのところですね、試験の概要というふうな形でちょっとイメージをしておいていただきたい5科目あるよと。で、まず会計系があって、税法系ですね。というふうな形。もちろんね、早く受かりたいというふうな方にもね、ちょっとコツはありますんでね。まあまあまあ、そこの話はちょっとお話しさせていただきますが、まずはイメージですね。まあ知ってるよという方もいらっしゃいますけど、はい、まず2つイメージです。会計系。そして税法系ですね。じゃあ、はい、これ思いますね。会計系は、またここからまた詳しく話しますけれども、じゃあ税法系はと思われるかもしれませんが、まずごめんなさい。このガイダンスは何かというと、一応入門ガイダンスというふうな形なので、一応これは、税理士の会計、この会計ですね、のところで税法はちょっと置いておきます。なんで税法を置いておくのと思われるかもしれませんが、税法の勉強は実は会計の勉強がやっぱり下積みにあって、会計はね、やっぱり計算ですね。帳簿を作っていく、そして決算書を作っていくっていう計算です。その計算をもとにして税金の計算をしていきましょうというのが結構多いんですね。それと違うところもあったりはしますけれども、やっぱり会計のいろんな計算手法が分かっていたら税法も分かりやすくなるという順番なので、実はですね、税理試験の入り口ですね、はい、この、はい、会計系です。簿記論、財務諸表論、ここをまず受かってです。ここをまず受かって、受かった後に考えましょうというふうな形ですね。税法を考えましょうというふうな形が一応基本的な形になっていますので、へーというふうな形で、さらになんでこんな基本形か。これもね、メインの話ではないんですけど、またちょっと持って帰って、これどこにも載ってるの、どこにもあまり言われてない話なんで、持って帰っていただければなと思うんですけど、一応ね、これがやっぱり入り口なんですね。入り口なんです。で、合格率、
これを見ていただいたら、5ヶ月はね、どこに載ってるかというとね、国税、のところの、国税庁ですね、のところの、税理試験で合格率って調べていただいたら、もう公式に発表されてるところがバーッと出てきますね。またそれを見ておいていただいたらいいんですけど、例年ですね、基本的にです。やっぱり入り口となる、会計系が入り口になるんですね。で、税法系は残り、ゆっくり受けていきましょう、みたいな形で。はい、受けていっていただければいいんですけどもですね、この、はい。税法系です。税法系なんですけれども、何かと言います。会計系なんですけれども、ここが入り口になっているために、実は合格率高いんですよね。です。入り口なんでね、皆さん来てくださいね、みたいな形でありますので、やっぱり合格率がちょっとだけ他の科目と比べて少し高めになってます。大体は、10% 以上ですね。10%。やっぱり難関国家資格って言ったら 10% というふうなラインが結構多いんですね。で、10% 切るようなところがやっぱり難関国家資格というふうな形。合格率 8% とかね。はい。5% とかいうふうな形で。受験協会でよく言うんですけど、10% の壁とかいうふうな形でね。よく言われて 10% ですね。10% のところはどういうふうな形かというと、きちんと勉強して、与えられた課題きちんとやって、これやってくださいねっていうふうなことをやっていって、で、はい。受けたらどうなるかというと 10% 以下の試験 8% とかの試験やったらきちんとやったのにな、受からなかった、ちゃんと全力尽くしたのにな、受からなかったっていう人がポロポロ出てくるのが 10% の壁なんですね。逆に 10% の壁を超えると、あれ君やりきったけれども抜け結構あったよねと、抜けあったけど受かったのみたいな感じで受かれるというふうなところですね。10% のやっぱ壁っていうふうな形でこうあるんです。正直なところきちんとね、合格率 10% とかいうふうな形、言ってしまうと会計系は 15% ぐらいですね、というふうな形できついかなと思われるかもしれませんが、正直なところ税理試験はどういうふうな形かというと、きちんとやりきられる方っていうのがちょっと少なくなっていて、最後まできちんとやりきっていただいて、でそして勝負になっていったら、その 15% とかね、うわすごいレベルやなとか思うかもしれませんけれどもですね、そこまでむちゃくちゃなレベルではないです。またこの話も実は種があるんでね、またちょっとねこの話、これはもうメインの話で持って帰っていただこうかなと思ってるんですけれどもですね、ちょっとふーんと聞いてください。こう入り口があって合格率ちょっと高いですよ。つまりやったら美味しいですよ。しかも資格、それを履歴書に書けるんですよ。ということで、はい、ここからちょっと一つ、このせっかくの時間いただいているので、野望を持っていただきましょう、夢を持っていただきましょうということで一つ言いますね。税理試験、これぜひ今面白いなと思ったらぜひすぐに挑戦してみてください。すごいコストパフォーマンスが高いところです。で、はい、ここから、これはね、メインの話ではないんですけど、村上の講義ですね。一応、いつも言わせていただいて、もう本当に学習塾講師からもうずっと長いこと、教育の業界にずっと携わらせていただきます。そして、いただいてるんですけども、そこの中でですね、合格率を上げるシンプルな方法が一つあるんですね。どうやったらいいか。今です。野望を持ってください。夢を持ってください。で、履歴書に自分が、この、財務省評論、簿記論、合格って書いてるところをイメージして、ね、そして、で、はい、何かというとね、お勤めされている方とかですね、ちゃんと、外学生で勉強されて、資格とか、はい、その方はもう履歴書書いてって、っていうふうな形使いますね。でも、今お勤めされて安定している職業を使われている方ですね、でスキルアップで別にそんな履歴書に書くとかいうふうなところじゃないんだけどな、と思われている方も、あれ、これ、覚えてくださいね。資格は保険になります。いつ何時です。私もね、前職のところ、ちょっと、会社年代が、いろいろ、はい、安定ということで、私、ちょっと、身を引かせていただいたというふうなところがあったりとか、そう、いつ何時、大きなトラブルがあったりする、個人自身にあるかもしれませんし、会社自身にあるかもしれません。それのせいで、はい、自分がなんか、悪いことも何もしてないのに、何かいきなり、はい、ちょっと、移らなければならなくなったとか、移動とかしなければならなくなったとかですね、というふうなことがあるとき、保険になるんですよね。強いです。やっぱりこれ資格強いです。そして税理試験は美味しいです。何が美味しいかというと、一生涯かけるんですよね。一生やっぱりこれに受かりましたよ、というふうな形でかける。一応ね、そういうふうな形に今なってますので、やっぱ強いです。だから、はい、そこのところイメージください。いきますよ。ずっと教えてて思ったのは、はい、合格率が高い方、受かられる方はきちんと夢を持たれる方、野望を持たれる方ですね。で、はい、今、なるほど、面白いな。自分がこれやってみたいなと思われたら、はい、未来、
書いてる履歴書書いてる自分みたいですね、保険として持っていて安心できるみたい、そして持ちながら、はい、安心しながら会社の中でバリバリ働ける自分を想像してください。そうやって想像してくださったら合格率は上がります。それはもう本当になんか難しい合格率なん、まあ、高いところでありますけれども、それをもう実現できるところですね。まあでもちょっと厳しいなと思われるならば、ゆっくりゆっくり繰り返してくださってもいいです。試験勉強学習のところ一発で受からなくてもというふうな形で、まあ繰り返されてもいいです。ただです、ただです、村上の講義こういうふうな形ですね。で、他にもこのプレミアムコースですね、富田先生という先生がすごい先生です。この先生また後でご紹介させていただきますけれども、まあその先生が、はい、教えているところで受けていただいたら確実にですね、合格、まあ投資できちんと立ってください、最後までたどり着いてください。途中で忙しくなってやめられるとかね、あるかもしれませんけど、それはちょっと覗かせていただいてです、きちんと最後までたどり着いてください。そしたらやっぱり勝負できるところまでは確実に持っていっていただきます。大丈夫です。でそういうふうなところでやっぱり夢を掴み取っていただくというふうなところですね、やっていただければなと思います。まあ、こんな感じで税理試験、はい、概要ですね、一応5科目あってと、こういうふうなところ2科目会計、3科目 税務というふうな形ですね。でそこで1年ずつでもいいですから、きちんと1個ずつ1個ずつクリアしていける試験であるというのがイメージつけていただいたら、まず1つですね、税理試験の概要です、というふうなところで、ちょっとイメージ持っていただけるかなと思います。で他の試験、税法とかもっと聞きたいよと思われたら、またねパンフレットなどを見ていただいたりとか、受付の方でね、まあレックの受付です、書くところですね、親身になってスタッフの皆さんが答えてくださいます、いろいろなご質問がありましたらまた聞いていただければとほんのぜひ思います。もう始めようと思ったらすぐです。で、まあまあこちらの方ではですね、はい、何かというと、このガイナンスせっかくこうやって受けていただいてるんですから、他では聞けない話というのをね、いろいろ喋らせていただこうかなと思います。なので、試験概要としてはこういうふうな形で、まず2科目入り口にありますよということを、へーと1つ持って帰っていただければ、まあまあちょっとこれは余談なんですけどね、はい、基本的なところで持っていっていただければまず、いいかなと思います。でですね、ここからですよ、メインのところはここからですね。せっかくここに来ていただいたんで、じゃあです、まあ、あんまり情報として転がっていない、あまり聞けない話をちょっとここでさせていただきましょうね。それが何かというと、税理試験、ここからです。簿記論、財務諸表論にちょっと絞り込ませていただいてですね、その試験どうやったら他の人と違ってうまいこといけるかっていうコツですね、コツをちょっとお話しさせていただこうかなと思います。これ改めてよろしくお願いします。では、ちょっとね、パンフレット、リーフレットなど、どのような形でも結構ですよ。レックのところのパンフレット、リーフレットというようなところがあれば、結構なんですけれどもですね、またちょっとパンフレット、リーフレットない方、手元でない方は大丈夫です。画面で映させていただきますので、一緒にこれをご覧いただければと思います。なんとね、同じパンフレットではないかもしれません、同じ、リーフレットではないかもしれませんが、ちょっとピント合いませんね、はい、同じものではないかもしれませんが、全然お気になさらずでいいですよ、大丈夫ですよ、はい、これはちょっと新しく始まった時の、リーフレットでありますが、 船ですね、ここから本当に旅立ってくださいね、大丈夫ですよ、面白いです。その時にです、税理試験、イメージ聞いておきましょうか。税理試験ってどう思われます？難しい試験でも、まあ、そら税理士ですからね。いやいや、まあ、やっぱり資格試験の中で、まあ、普通一般の社会の中で、税理士って知ってるって聞いたら、あ、知ってるよって言われる試験、そういうふうな資格は、やっぱり難度高いです。難度高いですし、税理士って言ったら、それはまあ、すごい、そら資格ですよね。やっぱり本当にきちんとした安定できる資格ではありますし、まあそのレベルではありますから、やっぱり難しいかと言われたら、言っちゃいますよ、難しいです。そう、難しいんですね、税理試験は。試験は難しいです。まずところ、はい、ちょっと含みを持たせておきますね。試験は難しいですね。で、まあ、その点の、その話はちょっと後で言いましょう。で、通学通信講座というふうな形で、レックがご案内させていただいているというか、レックの講座は実はですね、はい、簿財横断講座というような形で、簿記論、財務諸表論をまたいで勉強していこうというのが、これが、レックの基本スタイルとなっております。さっきちょっとお話しましたね、簿記論と財務諸表2つありますよと、2つあって、でこの2つを会計系ですね、まあ頑張って勉強してみてください、これが入り口になりますよ、
合格率も高いので結構行きやすいですよ。そして履歴書に書けますよみたいなことを話させていただきましたね。で、この簿記論計算です。財務収支のイメージは理論でいいです。理論というふうなのを勉強していきますよというふうな形なんですけれどもですね、これなんですが、まあ、財務収支の理論と計算ですけどね、はい、というふうな2つの科目があります。で、あ、言葉で言ってると、あの、口で喋ってるとね、漢字が浮かばないと思うので、はい、こういう漢字書きますね。簿記論、財務諸表というところです。その2つの同時合格のために効率化された講義というふうな形。これを基本的にレックでは進めています。で、1年目ですね。本当に今から勉強していこう。初めて、税理士勉強して受かっていくぞと考えられるならば、あ、これはお願いしたいです。まあ、レックでやるぞと、決めていただくのが一番いいです。もう、本当にね、一番いいんですけども、まあ、はい。そこのところ、じゃあ、いろいろ研究、検討してるとほか、他社さんもいろいろ検討してるよ、という方もいらっしゃるかもしれません。そういう方でも、必ずお願いしたいのはですね、レックと言いたい。まあ、それはもちろんですけれども、ですが、その冗談を置いておきましてですね、これですね。簿記論財務諸表論っていうのを必ず同時に学習してください。繰り返します。この簿記論財務諸表論を同時に勉強してください。これがないとですね、実は昨今の試験に対応できないんです。で、レックはこれ、この形ずっとやり続けてます。もう、ずっと昔、ちょっとね、税理試験ね、結構形変わったんですね。形変わって、その形変わってきた中に対応してですね、レックはその、早めに改革を行ってやっているから、簿記論財務諸表論ですね。簿財横断という形を結構長年やってます。長年やってるので、まあ、だからレック来てくださいねっていうふうな形なんですけれどもですね、本当にこれです。同時合格のために効率化された講義というふうな形をやっています。さあ、そうですね。そうなのって思うかもしれませんが、ここで、ちょっと、へえという話。ここから皆さん、会計のところですね。こういうふうなところで時間取って、これから会計のことを触れていこうぞと思っている。触れていこうぞってどんな言葉でしょうね。ちょっと方言が入ってしまいました。申し訳ない。入っていこうと思われている方ですね。入っていくぞと思われている方、は、ここでご覧いただいていると思うんで、今、世界の会計、今、日本の会計、世界の会計がどうなってるかっていうのをね、余談ですけれどもね、持って帰っていただこうかなと思います。あ、こういうふうなところですよね。講座来て勉強していただくっていうふうなところは、何が一番大事になるかというと、独学では勉強できない、今の会計がどうなっているかというふうな理屈ですね。で、どうしてもテキストとか独学で勉強されての参考書とかですね、勉強されたところは参考書限りがありますんで、スペースに限りがありますんで、切り捨てられているところの話です。切り捨てられているところの話をやっぱり喋っていきます。私は例えば今世界の会計は国際会計というものに一つのものに修練していく、集まっていく、コンバージェンスというふうな流れになっているんですね。IFRS、IFRS とか、IFRS とかいうふうな言い方をされるものに、修練どん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 集まっていっているというイメージを持っておいてください。そんなふうな流れ、もうインターネットが開発されてね、世界各国の、株取引が一瞬でできるようになったりとか、いうふうになったせいで、世界全体はもう統一していきましょうという流れになってるんですね。こんな話、参考書に書かないです。なんでかというと、出題されないんです。この IFRS、英語でとか、出題されないんですね。だから、はい、こういう話は書けないんですね。出題されないものでスペース取れない。ですが、その流れ知っておかないとです。問題の裏側の意図が見えないんですね。これが怖いです。問題の裏側に意図があって、で、今は、はい、IFRS というふうなところに修練していっているから、はい、こういう問題を出してるんですよっていう問題がバンバン出てます。で、そのところを、この問題解ける知識をバーッと入れていくよりも、この根幹部分知っといたら、ああ、そういう流れね、だからこれね、っていうふうな形、だからこれね、だからこれもこれね、これもこれね、みたいな形で共通点を見つけ出したら、一つ覚えるだけで三ついきなりいけるんですね。そういう授業ができるのが、はい、こういうふうな、まあ、独学で勉強される参考書の勉強といったところと違いです。へえ、なるほどね、面白いやんと思うかもしれませんが、さらにもう一段いきますよ。さあ、これ持ってか、これもね、これ本題ですね。これ一つ本題なんですけども、持って帰っていただきたいのは、一つ、今日これ絶対持って帰っていただきたいのは、今、世界の流れは、はい、全部、はい、統一した、はい、国際会計という、
まあ、一つのものにまつまっていこうとしている流れがあるというのをイメージしていただいて、じゃあ行きますよ。世界の全世界の会計、アメリカの会計、日本の会計、みんなバラバラなやつやってるんですね。バラバラなやつを共通するためにはどうやったらいいか分かります？どうやったらいいかって言ったら、はい、学者先生が集まったりとか、いろんな会計に携わる、はい、皆さんもなってくださいね。将来会計人になってください。会計の考え方が分かる人間で、会計人になる授業します、講義します。あのレックの講座は、はい、会計人になっていただく講座ですね。ただ単にテストが解けたらいいというところの講座、テストの点が問題だけ教えるとかいう講座じゃないです。会計人になっていただく、あで逆にあのそれじゃ逆にこれ会計人になっていくなんていうふうな形で手間取って余計な話するじゃないかと思うかもしれません。逆にこれが効率が良くなります。その話はちょっと今からしますね。なんで効率が良くなるかというと、国際会計というものに統一しようと思ったら、学者先生たちが集まって、会計人が集まって理屈を考えていくんですね。で、バラバラのものがありますよ。世界各地にバラバラのものがあるんですけど、でも、はい、会計です。資産とか負債とか収益とか費用とかを、利益とは何じゃというふうなところを一個ずつ一個ずつ勉強していくんですね。でそこに学者先生が集まって、会計的に資産ってこう定義するべきじゃないかと、で定義してこの考え方と違うから資産じゃないし負債じゃないとかいうふうな形で選んでいくのが筋だろうというふうな形で今方向はなってます。だからどうなってるかというと、世界全体の理論があって、今の日本の会計のルールが出来上がってですね。じゃあわかります？この理屈の背景を覚えたらルールいっぱい覚えられるじゃないかと。そうなんです、そうなんです。だからこっち側を喋らないとダメなんですね。会計人の考え方、今世界の流れ、世界の流れがどういうふうになってるか、会計の歴史なんて試験出ませんよ。出ませんが、会計の歴史を踏まえた上で、はい、勉強するとグッとわかるっていうふうな形なんですね。さあ今日持って帰ってください。会計の勉強はどうやったらいいか、理論ありきです。書いてくださってもいいですよ、あのパンフレットとかね、はい、パンフレットとか書いてくださってもいいですが、今の世界の会計は何で動いてるかというと、全て理論で動いてるんです。そういうふうな会計人全体の共通認識があります。会計のとこで一個ずつ一個ずつ個別のところで決まっている、この一個ずつ一個ずつ覚えていくというわけではなく、こんなん決まってるんですね。概念フレームワークっていうのがあります。概念として会計の概念を枠組み、こういうふうな枠組みで今後考えていきますよっていう枠組みが実は、はい、この10年で決定されています。この10年ですよ。でこの10年、まあ、イメージしていただいたらインターネットが開発とかされてブワッと広まっていったこの10年です。激変が起きてるんですね。激変が起きてる、へーって、そう思って帰ってくださいね。まあ、せっかく貴重な、ね、時間、まあ、講師の仕事っていうのはね、何かしら持って帰っていただくこと、得られないものを得ていただくことが仕事だと思っております。絶対にね、レックの講師はテキスト読んでるだけとか問題解くだけのことはやりません。どういうことをやるかというと、きちんと理論を抑えて、でそこを抑えたらこことこことここ共通点にいけるから時間が効率上がりますよとかいう話をさせていただきます。さあ覚えてください。理屈ありきです。今の会計は理屈ありき、そしてそれが、はい、一つ一つの問題につながっているよという話になってるんですね。でそれがどんなとこに影響しているかというと、試験なんですよ。税理試験なんです。税理試験は、はい、さっきも言いましたが簿記論、計算です。計算ですね。で理論、理屈、財務諸表論の、はい、計算理屈ですね。理屈のところで財務諸表って何かというと計算書っていうことです。で計算書を作るにはどういうふうな形の、裏に理屈はどういうふうな理屈がありますかっていうのを聞いてくるんですね。でまあこの計算と理屈ですね。で計算問題とら理屈と関係ないからボン練習して一個ずつ覚えていったらいいんじゃないかと思うかもしれませんが、この数、特にこの5年ですね、この5年になりますね。この5年はどんな風な形かというと、この計算の話なのに理論の内容を聞いたりとか、計算の問題の中に理論で使うような用語とかをポンと入っていって、でこの計算方法分かりますかって聞いてですね、じゃあ行きますよ。その理論の話を勉強しなかったらどうなるかというと、いきなり問題文の計算しようと思って解いていく、電卓叩いてね、計算しようと思ってるところにその理論の話が出てきて、えなんだこれはとなるわけですね。
ちょっとひどい話なんですけども、そういう年もありました。ここのとこの理論の言葉を知らなかったせいで、簿記論だけ、計算だけやってました。で、次の年に理論を勉強しようと、こういう形が多いですね。簿記論をやってから次の年に理論の財務諸表論を勉強しようというふうに 1,2 でやられる方、1年2年っていう形でやられる方が非常に多かったんです。多いんですけれども、多かったというか今でも多いですね。そういう考え方の方非常に多いんですが、それがものすごくかわいそうなことに、簿記論のとこに理論が出てきてしまってるんですよ。じゃあこれ2年目で後回しにしてた方はどうなったかというと、これ解けないんですよね。まあ無理やり解いていく、思い当たるとこを放り込んで解いていくっていうのはできるかもしれません。やっぱり動揺してしまいます。試験で初めて見ることが出てくるんですね。だからなんです。だからはい、両方ともきちんと勉強しておかないと本当に今怖い試験になってるんです。なんでそんな試験になってるか、試験問題を作っている試験委員の先生がみんな分かってるからです。理論ありきっていうことが、そう、会計人として絶対理論ありきっていうのが今の会計の根本的な流れなんですね。そういうふうなものあるんやみたいな感じで、ちょっと思っていただいたら今日本当にやった甲斐があります。だからです。繰り返します。簿記論財務諸表論同時にやってください。必ずです。簿記論財務諸表論同時にやってください。で、2科目同時にやったら、そんな1科目ずつやるより時間めちゃくちゃかかるじゃないかと、どっちもおろそかになるじゃないかと思われるかもしれませんが、はい、おろそかになる、なって受かるよりもです。おろそかになって受かる、もう落ちてしまうよりもですね、はい、その心配をされるよりもです、簿記論財務諸表論の知識がリンクして結合して、はい、結合して、これが結合が足りなかった落ちてしまうことの方を恐れてください。もう一回言います。はい、なんかちょっとご説明がごちゃっとなってしまったんで、もう一回言いますが、こっちがそれぞれに絞り込んで、2と思うな1とも得ずと言うじゃないかと、どちらかに絞り込んだ方が効率的じゃないかと思われるよりもです。そっち側の方よりもですね、こっちが両方ともリンクさせて覚えたメリットの方を重視してください。今、試験の流れはそのような状態になっているからです。で、そのような状態になっているっていうのが、まあちょっとかっこ悪い話ですけどね、会計業界ではね、インターネットがバーッと発達して国際的にどの投資を進めるぞみたいな形で、会計業界でね、金融業界で金融ビッグバンっていうね、ビッグバンちょっとなさいですね、金融ビッグバンみたいな形で、もう運動があったんですね。そしてそれに連動して会計ビッグバンみたいな感じで言われた流れがあったんですね。2000年代最初のところです。はい、IT 革命みたいなあの感じです。はい、いうような時代があったのを、はい、レックは、はい、どうなったかというと、そこで、気づいて、動いてる、会計動いてる、じゃあ試験も動くはずやみたいな形で書き換えて、で簿財横断っていうのをいち早くやったんですね。で、長年やってる、積み重ねてきたところがあるので、何ができてるかというと、両方とも同時にやってください。やっていただいたら、すごい時間効率よくなるんですね。なんでそんなことができるのかって言ったら、やっぱり理論、今の会計は理論ありきで、理論から計算とかにつながっていくわけなんです。じゃあきちんと理論を覚えていって、でそして次に計算入ってたら、この順ですね、理論の考え方を計算の段階で喋ります。絶対に計算、はい、この問題こうやるんですよ、これ解いてください、テクニックはこれです、終わりじゃないです。はい、問題テキストとか読むだけじゃないです。解き方はこうこうこうで、これ解いてください、終わりじゃなくて、はい、どんなことするかというと、理屈があるんですよ。まずこういう理屈があるんですね。これはこの前話したここと同じなんで応用できますよみたいなことを言ったりとかします。そしたら、あれと一緒か、じゃあこれ、分かる分かるみたいな感じで進んでいきます。いや、違うね、本当にもう結構面白いです。私もね、実はね、最初独学でやってたんですね、実は。で、その後でその、レックのところの、今日レックのところの、授業講義を受けるというふうな形になって、もう目から鱗ボロボロ落ちて、これ最初からこれやってたらすごい
私はなんという無駄な時間を過ごしたんだみたいな、独学の時に、ね、でなりましたんで、結構面白いです。これは私が面白い授業をすると、もちろんさせていただきますし、私は元学習塾講師ですから、何に特化している、学習塾講師であり、学習塾講師をちょっとやめて、で大学に1回もう1回入り直してですね、大学で研究をさせていただきました。だから学問的な話とテクニック的な話、これ2つ融合させていただいてですね、で、喋らせていただきます。でありますので、テクニックですね。受験テクニックみたいなところと、学問テクニック、今ここが大事みたいな話をリンクさせて、ね、いっぱい喋らせていただきますね。それは私個人としてはそういう形なんですけれどもですね。レック全体がもう本当に効率化みたいな形で、博多講義をお渡しさせていただきます。だからですね、こういうふうな形。とにかく、これ、理屈と、計算をまとめてやったら、どん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 カットできるぞというところですね。またこういうふうなところですね。パンフレット、この同じ図じゃないかもしれません。またパンフレットとか開けていただいてですね。はい、720時間、グッとカットできるというふうな形です。720時間、本来450時間、450時間、900時間ぐらいかかるんじゃないかというふうな形で言ってたんですけど、これ一つにまとめて180時間分、バッとカットしてしまうとね、結構すごいですね。すごいこと、をやっておりますので、なかなか面白いです。非常にですね、本当に効率化した、ところを10年ぐらいかけてやってます。で、ですね、これもちょっと言っておきますね。レックなんでそんなことができるかという話なんですけど、実はですね、これ、リーフレットとかパンフレット見ていて、で、パーッと見てると、これ、レックのところ、先生少ないな、あれ何人やみたいな感じ、結構疑問に思われたりします。はい、それがレックの形です。何かと言いますとね、レックというところは、基本的にですね、どういうふうな形かと言いますとですね、講師は少なめなんですね。なんでか通信主体でやっていこうというふうなところもあったりとか、通学で来られたら東京と梅田で、通学やっておるんですけど、やっぱり少ないんですね。東京と梅田はもうこの通信担当している私たち、が講師が、富田先生もですけど、富田先生もまた別のところで通信やられたりとか、前と、ところでやられてたりとかされるんですけど、そういうふうな通信とかを担当しているというふうなところの講師が喋っていくのが、東京と梅田で通学講座があるんですが、どうしてもね、本当に申し訳ないです、北海道の方、名古屋の方、いろんなところの地方の方で勉強したいなと思ってても、通学で勉強したいなと思ってても、ずっとレックでは通学講座用意してません。ただしです、通信に特化した講座はやらせていただきます。で、通信ではですよ。今見ていただいているこういうふうな形で、今、これ、教室でこう喋ってるんですけどね。今、受講生誰もいらっしゃいません。で、通信のあれで、カメラに向かってずっと喋ってます。ね、カメラの本当に、なんて言うでしょうね、通学の授業をただ録画しているだけの授業ではない、そういうふうな皆さんに向けた講座をちょっとさせていただきます。で、それで、少数の講師ですね。少数の講師だけで、スタッフが本部にいっぱいいるイメージを持ってください。少数の講師がいて、スタッフは多くの講師というか、ちゃんと力を持った、人間がスタッフとして本部にいっぱいいるというふうな形ですね、をイメージしていただいたら、どういうふうなことができるかというと、昔はね、簿記論と財務諸論もう完全に分かれたんですね。完全に分かれた、日本だけの会計だったらどうなるかというと、簿記論、帳簿の書き方、日本独自の会計ですね。理屈は学者の世界みたいな感じで完全にバッと分かれたんです。で、それが今2000年代入ってからのイメージです。でも統合しましたよと、理論ありきで世界と全体で統合していこうみたいな形にもうガラッと変わったんですね。でもですよ、先生がいっぱいいらっしゃったらどうなるか、これ、他社さんもね、いろいろ、それはメリットデメリットあります。他社さんの悪口というわけではないです。ただです、税理士試験に関しては母材強いですよっていう話はさせていただきます。で、他社さん、簿記の財務諸論に分かれてる先生、分かれてるんですね。分かれてたらどんなことが起きてしまうかというとです、どんなことが起きてしまうかというと、もう十何年簿記論しかやってへんやと、財務諸表論20年やったらやり続けてんやと、今更簿記論できるかというふうな先生がちょっとね、いっぱいいらっしゃったりするんですね。だから統合できない、簿記論財務諸表論っていう統合がメインにならないですね。でもレックは統合がメインです。で、後々、短時間で一応勉強できるような簿記論コース、財務諸表論コースというのもあったりもするんですけれどもです、またパンフレットとかで、確認もしてもらったらいいんですけど、それは後々という形ですね。でも今勉強するなら絶対に母材横断です。両方ともやってください。
初めて勉強されるっていう方は絶対に、絶対リンクしてるからです。で、そのリンクしているところを少数の講師ならね、少数の講師ならリンクが喋れる人間という形ですね。で、まあ私招かれたというふうな形。これ私が母材横断のこういうふうなところで立って喋れるのは、一応大学の方で学問、会計、理論ですね。理論のところをガッチガチに勉強させていただいております。だからなんかね、世界の話とか、こういうのをパパッと喋らせていただきます。こんなふうなところで今、問題揉めてんやと、学者の世界ではね、こんなとことこんなとこ揉めてるんですよっていうふうなところをお話しさせていただきますし、そこが試験出てくるんです。試験作ってるのはそういう学者の先生も作ってますからね。そういうふうな理屈でぶつかってるんですよ、はい、これが出ますよっていうわけですね。そういうふうな知識を持ってる人間が、はい、計算と財務、簿記の書きがですね、理屈のところを混ぜて喋らせていただきますんで、はい、母材横断というところを、面白いなというふうな形で勉強していただければ結構かなってます。で、新しい講座新登場って書いてますけども、基本的にはもう何年もやっている講座、何年もやっている講座をよりパワーアップさせたというものでね、いや新登場か、なんか怪しいなとか思わないでください。大丈夫ですよ。で、そんなふうな形で通信特化したような講座、少数のところの講師しか、いないというふうなところ、あんまり自分でも言うのもなんですけど、イメージとしてはね、高校生とかに向けて、大学入試ではね、東進とかいうところがね、有名なんですが、イメージは林先生ですね。今でしょ、林先生。みたいな感じで、ちゃんと喋れる人間、きちんと。はい、面白い。自分で言うのもな、恥ずかしいな。はい、講師を、富田先生や。恐縮ながらですけど、私も、はい、一応選んでいただきましたが、そういう人間がですね、皆さんに、面白い、やっぱり講座ですね、練った講座を伝えさせていただく。っていう風な形。そしてですね、本当に申し訳ないんですが、通学というところは梅田東京というところで、また形変わるかもしれませんけれどもね、ビデオ講座というところでいろいろあったりもするかもしれませんし、いろいろこれはまた受付の方で自分が受けたい講座とか確認しておいていただければ結構なんですけども、そういう風なところでいろいろ特徴とか見ていただいたらいいんですけどもですね、そこのところの特徴を、通学いけるんかというふうなところで調べてみたらいいんですけど、基本的には通信メインという形にはなっているんですけどもですね、その通信に特化したような講座をこう伝えさせていただきます。その分ですね、受講料お安くしております。私が言うことでもないですけどね、はい、でもそしてまたこれも言っておきますね。通信特化しているからどんなことが起きるかというと、テキストめちゃくちゃ面白いです。テキストめちゃくちゃ面白い。通学やったらテキストに書いてないこととか補える、喋ったら補えるんですよね。通信来ていただいて、でも通信だったらやっぱり直接すぐに聞けない。でも聞くスタイルはありまして、これパンフレットとかに載ってるんですけどね、何かというと教えてチューターとかいうふうな形でですね、質問対応とかメールとかでパッとできるんですね。結構便利、むちゃくちゃ便利です。これめちゃくちゃ便利ですから、はい、本当にいつでもですね、質問相談ができる、メールを使った相談サービスですね、ができますので、ぜひこんなも、対応使っていただいたら面白いんですけれどもですね、はい、そういうふうなサポートはさせていただきます。させていただきますけれどもですね、どうしても通信とか、内分、リーズナブルにやれますし、そして、そのテキストですね、テキストとかのところに何かというと、すごい、こう、聞けないところでも、補足みたいな情報をいっぱいいっぱい混ぜ込んでます。だからすごい分厚くて、これね、何かというと辞書に使うんですね。私これね、試験終わった後受かった後、実務でこうちょっと他のところに会見の理論を話しに行くことがあったんですね。その時にこれどうしようか、いいものないかなと思ってパッと見たら、そうや、勉強使ったやつ持ってこようって感じで、テキストを実務の場で使った、形変えましたけど、バレないように形変えましたけど、使えるぐらい便利なんです。すごいの渡します。これはすごいです。私もこれ感動、これむしろね、これに感動してね、レク行こうみたいな感じになったんですけど、それは置いといてですね。そういうふうな形で、本当にすごい、面白いものがいっぱいあるので、ぜひぜひですね、見ていただいたらいいんですけれども、そんな形で、母材横断のところ、短時間ですごいテキストをまとめてやっていくというところですね。で、勉強していきましょう。
というところです。学習上、学習環境ですね。というふうな形。で、勉強したらです。さあ行きましょう。最初の話に戻ります。最初の話に戻るんですけど、税理試験って、はい、イメージしてくださいね。税理試験って難しいと思われますか？そうです。難しいです。難しいです。もう当然難しいです。ただですね、効率よくやれば、いくらでも削れる試験なんですね。で、そしてですね、この話はです。この話はぜひ講義で聞いていただきたいんですけども、実は税理試験は非常に特徴がある試験で、試験が2時間あるんですが、その試験を解くためにかかる時間はなんと3時間かかってしまうっていう、ちょっと変わった試験なんですね。3時間かかるんでしょ？どうやって解くの？どうやって解くの？と思うかもしれませんが、飛ばして解くんです。はい。飛ばすのが基本の試験という、ちょっと変わった試験なんですね。で、はい。そこでじゃあ飛ばして1時間分、3分の2飛ばすんですね。じゃあ飛ばして何するかって言われたら、簡単なところだけやればいいんです。そう。簡単なところだけきちんとやっていくという試験ですね。このテクニック、飛ばすテクニック、簡単なところを見つけていくテクニックだとか、基本のところを理解していく話とかいうふうなところは、ガン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 、はい、講義の中で喋らせていただきます。そしてですね、それが、はい、さっき言ってた母材横断につながっていくんです。基本の理屈が分かってたら、基本が分かります。揺るぎません。揺るがなく分かる。で、よくある形は、問題だけに、この下の方の問題だけに特化してしまうと、問題の難しい解き方のテクニックとか理解して、で、それでいっぱいいっぱいになってしまう。っていうふうな形が一番やってはいけない形です。じゃあ行きましょう。今日持って帰っていただきたいのは2つです。へーっとしておいてください。理屈ありきで今会計は動いているから、母材横断、理屈と計算をリンクさせて勉強するというのが絶対必須ですよというのを持って帰ってください。そしてもう一個持って帰っていくのは何かというと、やっぱり理屈中心に動いているので基本ですね、その試験形態もそうなんですけども、基本をきちんと解いていくということを徹底して徹底してやっていったら、点数は絶対に合格点にたどり着くことができます。ただこれ基本を徹底するってなかなか難しいんですけどね。なかなかできない。で、どこが基本かとか、どこが大事なのかっていうところが見えない。そうなんです。だから理屈なんです。わかりました？理屈があるところ、例えば今日本の会計とアメリカの会計、ヨーロッパの会計ぶつかってるところ、論争になってるところが今大事な部分なんです。その部分を基本的な理解が今問われたりするんですね。いろんな基本はあったりするかもしれませんが、そういうふうな目に張り付けるところは、まあ、これは講義の中で話していきますが、2つ持ってください。いきます。理屈ありきです。そして基本を潰していく。この2つをやっていったら、はい、イメージください。今日、はい、税理士講座、ガイダンスですね。聞いていただいて、この貴重な時間をいただきました。もうちょっと45分ぐらい経ちましたんですけど、ちょっとだけ伸ばさせていただきますね。貴重な時間いただいてですね、こうやってお話聞いていただいて、持って帰ってくださいね。いきますよ。理論ありき。基本やっていったらどうなるか。税理試験って思ったほど難しくないんですよ。このコツを知ってないとめちゃくちゃ時間かかる。どういうふうなことにドツボにはまってしまうのはどういうことになるかというと、例えば計算の一個ずつやって、計算だけやって、理屈を切り離された計算だけやって、全然無用なところをひたすら練習する。私講義の中でね、こんな言いますよ。問題集に載ってるんですけど、この問題集はこの部分のところはやらなくていいです、解説だけ見といてくださいねとかね。じゃあ問題集用意するなよみたいな話になってしまうかもしれません。それはまた意味あるんですけど、まずその話は講義の中で言うんですが、もう切り捨てます。ここいいですよとか、これはやらなくていいですよ、ここの部分やってくださいね、ここはきちんとやってくださいねっていうメリハリさえつけたら、実はです、勉強時間も短縮できますし、どん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 、はい、基本のところをきちんと積み重ねたら、マニアックなところをものすごくいっぱい勉強している人よりも楽に合格点にたどり着きます。というよりも、むしろそっち側の方の方が合格点にたどり着けるんですね。なんでかっていうと、3時間とか、いうふうにかかってしまう試験なんです。2時間しか、制限時間は2時間なのに3時間ぐらいかかってしまう試験。で、難しい問題やったら、その分だけ時間が削られます。だから、難しい問題できない方がむしろ良かったりするんですね。そんなコツもあったりとかするのはまた講座の中でお話しますけれども。はい。そういうふうな形でね、基本をきちんと覚えてたらイメージください。税理試験は手の届かない、全然手の届かないところにある試験ではないです。きちんと1年やってみましょう。今、
今やってみて、あ、なるほどねというふうなところで、理解した、理解する勉強を渡します。なので、はい、今やってみて、絶対ね、はい、この次の試験、次の試験、イメージくださいね。次の試験、受けていただいたら、簿記論、財務諸表、両方とも勝負できます。勝負できて、はい、そして8月に試験があるんですけども、そして12月ですね、合格発表です。そして12月。12月に、まあ、はい、美味しいご飯が食べられると、お正月、年明けですね、お、一応資格1個取れたぞ、というふうな形でですね、迎えられることをちょっと夢見て、この夢が大事です。夢見て勉強していただければいいかなと思います。というふうな形で、ね、いろいろ、母材横断のね、またパンフレットいろいろ見てくださいね、こういう学習時間に応じた復習教材とかですね、いろいろ、はい、書いてあったりとかですね、こういうふうな形でカリキュラム進んでいきます。60回の講義でインプットしていただいて、同時にね、理解してるか確認テストを進めながらですね、まあ、プレミアムコースにはこのブリッジというふうなところですね。またこれね、これ選んでプレミアムコース選ばないっていう形であっても、また受けたいなと思ったらまたオプションで取れるような、ことをお伺いしてますので、またまたご検討いただければなと思いますが、まあ、プレミアムでね、これブリッジ10って書いてありますけど、計算練習とかね、やったりとかします。で、直前講座、直前討論で、まあ、大体イメージは2018年のゴールデンウィークまでインプットをきちんと、まあ、やっていただいて、ちょっと遅れて受けられた方はここを過ぎても大丈夫ですんで、まあ、ちょっと、まあ、ギリギリはダメですけどね、ギリギリはダメです、まあ、ちょっと遅れてでも、まあ、自分のスケジュールで、やっていただくっていうのがやっぱり通信のメリットです。もちろん通学でね、来ていただいて、私、梅田のところで通学担当させていただいて、で、新宿にはね、富田先生という、これ素晴らしい先生です。面白いですよ。この先生、まあ、もう本当に長年やられていてね、もう、どれぐらいすごいかって言ってね、なんかゲーム会社でスクエアエニックスっていうのをしてます。ご存知ですかね。スクエアエニックスのそのところの簿記論のソフトがあるんです。簿記のソフトがあるんですけど、そのソフトになっていらっしゃいます。ね、有名なゲーム会社から出されている簿記ゲームというか、簿記のソフトですね。その先生を担当されたらすごいですね。ちょっとね、ゲーム好きなんで羨ましいなと思ったら、まあ、それは置いておきまして、すごい先生ですね。で、その先生が対応、まあそういう先生たち、私と、富田先生っていう二人しか、はい、と思うかもしれませんが、まあ、会計系のところの、まあ、表立って出てくる人間はこう2人なんですけどもですね、裏にスタッフがいっぱいいるというイメージでいいんですけれども、こういうふうなところで対応させていただいて、直前講義ですね。で、そこで5月のゴールデンウィークぐらいのイメージの直前期というふうなところで、いろいろ練習、ね、講義をあってやりつつですね、直前の講義です。で、やっていって、討論というふうな形で、ここでね、2科目同時勉強するの不安やなと。思われてる方、どうせもう一科目しかできないだろう、そんな勉強できないぞと思われる方、大丈夫です。ここまで、インプット期まで、がっつりやっていただいたら、はい、まあ、この後です。直前講座は実は分かれてるんですね。やっぱり試験は別々の形、形式は別々です。ですので、はい、ここまで来た段階で計算はちょっと苦手やけど理屈はよく分かったぞって言われる方は財務諸表論だけきちんと勉強していただいてですね、で簿記論はまあついでに聞いとこうかというふうな形ですね。で、まあ、まあ、このし、まあ、簿記論はちょっと今年難しいから、一応資料だけ持っといて、もらっておいて、で、また次の年に使うぞとかいうこともできます。大丈夫です。できます。で、そして直前、まあ、逆に簿記論の計算、理論はちょっとできないから計算だけとかいうふうな形でもできます。なので、ご安心ください。で、そちらの形ですね、やっていただいてですね。でも、いや、もちろん両方ともやっていただくのが一番ベストですけども、はい、直前講義、直前討論というのをやって、で、全国公開模試試験ですね、ここのところで、模試があってですね、予想討論が待ってると。この2つですね、この2つすごいです。レックにはね、スタッフの中に、本当に試験をバリバリ当てる。もうスタッフ。そして、私は試験外すんですけどね。はい。まあ、なので何を言うかというと、私、山はあんまり張りません。私はね、試験は、なんか外れる人間で山張りません。だからむしろ、喜ばれた、最終的には喜ばれるんですけどね、全部やってください。っていうふうに、このところ、これと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 、こういうふうなところは基本論点。基本論点だけ絞りますけど、それは学問的に絞っていきます。理屈的に絞っていきますが、試験予測、当て物はちょっと苦手なんで、当て物確率とかでは絞りません。で、理屈でここは大事ですっていうふうなところを山張らずに全部いきます。あとでこれ、喜ばれるんですけどね、受かった方には喜ばれるんですけど、山張らないから何かというと全体的に、まあ、全部いけますよと。で、全部いって、穴のない知識っていうのができるんですね。で、穴のない知識ができたら何かというと、基本は知ってる。じゃあ、自分の知らないとこが出たら全部飛ばせばいいっていう風なね、すごい強い精神が出てきます。飛ばして大丈夫みたいな。
いきなり難しいの出てきた、はい構いませんみたいな、基本は私できるからみたいな感じの強い精神ができるんですが、まあそれはごめんなさい、ちょっと私個人の話ですね。またこれは講座の中で、私の講座の中でいろんなテクニック、受験テクニックですね、10年以上私こう学習塾講師、大学入試とか、東大京大通して、東大生京大生通してます。まあちょっと自慢かな、自慢でもないですね、はい、学習塾講師やったらまあ言いますよ、はい、まあそれは置いといてですが、そういうふうな形でいろんなテクニックですね、持っておりますので、またそこはねお話しさせていただくんですけれども、個人の話は置いといて、レックの全体的にところでも、はい、そこにスタッフいますんでね、めちゃくちゃ当てる先生いますんで、面白いです。これはぜひ受けていただいて、そしてイメージください。税理試験、本試験受けていって、8月、8月受けていって、2018年8月、さあイメージください。そこで、堂々と基本だけをきちんと解いて、理屈を持って解いて、周りの人たちと違う、きちんとした正しい解き方を持って解いてる自分を想像してみてください。いきます。この講座を受けていただいたら、きちんとそれは徹底的にお話させていただきます。で、お話させていただいたところを使っていただいて、12月合格発表、一つでも二つでももう両方とも言ってください、両方とも言っていただいて合格ですねを持っていくというふうな形の自分をイメージできて、ああちょっと面白いなと思ったら今がやり時です。ぜひぜひですね、もう本当に気楽な形で受付とかで聞いていただいたりとかですね、今これインターネット動画で見られてる、もしくはその動画で見られてる方はパンフレットの取り寄せとかね、すぐにできますんでね、していただいたりとか結構ですし、あとはこれですね、受付とか来ていただいたら、もうすぐにね、小銭支講座こういうふうな形ですよってご説明させていただきますので、ぜひぜひもうご相談いただければと思います。さあね、このすいません、もうだいぶ50分以上喋ってるかなと、思います。もう伸びちゃいましたね、伸びてしまいましたが、はい、本当に、ね、持って帰っていただけるものがあったならば、はい、講師冥利につきます。本当に、貴重な時間お時間いただきましてありがとうございます。ぜひですね、はい、レックを活用していただいて、楽しい、はい、面白い、本当にきちんと着実な会計理論を持った、はい、会計士になって資格試験、はい、クリアしていきましょうということで、皆さんの、はい、また、本当の講座で、皆さんの力になれることを願って、講義の方、解説講義ですね、ガイダンス講義の方を終わらせていただきます。本当に貴重な時間をいただきましてありがとうございました。ではこれで終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。